イベント1、ありがとうございます。嬉しい、本当に嬉しいです。1位、次の決勝も1位になれるように頑張ります。今日は暑いんだよ。ジャージですか？はい、今日はレッスンだったのでジャージです。ありがとう、皆さんありがとう、嬉しい。で、リップがない、リップがないよ。あった、もう始まってる？配信かな、配信始まってるよ。今日は、ゆるく配信をね、させて、ツインテールか、ネカ、ネカ。イエイ。ツインテールにしちゃった。これなんか、光の加減が、横にしようかな。横の方が。ごめんなさい。変えました。画角。変えました。はい。今日は夜が配信をしようと思っていたのですが、ご報告をさせていただきたく思いまして、バイキングライズ AKB48 18研究生 VS、バーセス19研究生クラウンバトルっていうものが、今日の6時から18時から、開始されたんですけど、これが1ヶ月間なんです。1ヶ月っていう長い、長期期間のやつで、これは、なんか、ゲームで勝ったら、また詳細は言うんですけれど、もし勝ったら、広告、大きい広告に掲載されるんです。そうなのです。広告に掲載されるっていう、すごい大きな、勝利の、ものなんですね。でもこれはなんかどういうゲームかっていうと、なんかそのなんて言うんでしょう、その場所にいまして、場所にいまして、そこでどんどん改築なんか育て上げていったりとか、なんか病院とか本部とかそういうのをどんどんレベルを上げていって、なんか開拓をしていくもので、なんかこれが結構レベルものがレベル系があるんですね。レベルが結構大事で、なんか高ければ高いほどいいみたいな。ちょっと私本当に説明が苦手で、ちょっとなんか変になってちゃうんですけど、なんて言えばいいんでしょう。これは、なんだろう。ね、もうわかんない。本当は実際にやっているところを、見せたかったんですけど、私1台しか持ってなくって、携帯。なので、ちょっと、ね、あれなんですけど、説明、言葉になってしまうんですけど。でも、いつかは、一緒に、こうやって配信やりながら、こうやって説明しながらやりたいなと思ってます。簡単にこの説明書のやつを、ちょっと読ませていただきますね。はい。まず、アプリの入れ方なんですけど、これが結構、大変で、普通に、Apple Store とか、なんかそういう、自分で調べて、バイキングライズっていうのを調べて、インストールすると、ちょっと違うものになってしまって、私たちとバトルみたいなにはならないんですよ。なので、私が、ポストさせていただいた URL から、
このイベントホームページから飛んで、必ずダウンロードしていただきたいなって思います。違う、なんか一緒ではあるんですけど、適用されないというか、ちょっと難しいんですけど、適用されないんですよね。そう。そこから今だ、すごい！よかった。そうなんですよ。私の URL、X であげたので、そこの URL から飛んでいただけると嬉しいです。そう、そこ重要なんです。そう、なんか私も聞いたときびっくりして、なんか、アップルから飛んじゃいけないみたいなのがあったんです。なので、ちょっと私の X のポストで、URL があるので、そこからダウンロードしていただけると嬉しいです。はい。で、なんかサーバーの王国があるんですけど、その王国の、あれも違うんですよ。で、いろんな、例えば、メイ王国と、かわゆいちゃん王国、かえりちゃん王国みたいなのがあったとして、メイ王国じゃないとダメなんですよ。なんか、そこに飛べるために、なんか、しなきゃいけなくって、そう、なんか、ちゃんと、ルームがあるんですね。0392。あ、そう、多分0392。そう、王国。そうなんです。なんかそこも結構難しくって、私も最初すごく苦戦してたんですけど、1週間前ぐらい。名王国素敵な。ありがとう。そう、名王国。あ、ちょっと待って。エアコンが寒かった。よいしょ。よいしょ。ミミの説明、本当ですか？優しい、よかった。もうツインテール振りましちゃ。そうなんです。こういう、メイン王国に行かなきゃいけないっていう。はい。まあ、実際はメイン王国とはなってないんですけど、ちゃんとルームがあります。はい。で、そして、皆さんと交流しながら、イベントができるのでね、なんかみんなで協力して、どんどんレベルを上げていけたらいいなって思います。なんか多分まだアプリもインストールできてなくって、急にこの話はちょっと難しいと思うので、次からしていくお話は。ちょっと難しいんですけど、またね、ちょっと。また後日、お話できたらいいな。皆さんが多分、インストールできたら、そのレベル上げの仕方とか、クランの入り方とか、そういうのをお伝えできたらいいなと思います。はい。メイモモユイはチーム、そうです。19期研究生 VS バーサス18期さんなので、そうですね。メイン、ももちゃん、かわゆいのチームになってます。こんばんは。何の話？これはゲームのお話で、今日からバトルのお話です。難しい。なんかバーサスらしいです。私 VS って言っちゃうんですけど、バーサスらしいです。はい。3人、そうなんです。でも、私たち3人だけじゃなくって、ファンの皆さんの、そのなんか、レベルの合計と、あと、先輩方の合計みたいな。なんかその、総じて、結果につながる感じですかね。メイ国王についてくいってこと。そういうこと。そういうことだよ。そういうことなんです。
で、なんか、クランというものが、まずありまして、クランの入り方っていうのも、ちょっと、私も、正確に把握できていないので、ちょっと、私の説明がわからないっていう方は、イベントホームページに、問い合わせフォームがあるので、そこから問い合わせていただけたら嬉しいです。で、まず、さっきの王国の話になるんですけど、王国は、0392になります。ハートありがとう。ハート。0392になります。むずそう。クランタグ、そう、19K3 になります。ありがとうございます。言ってくださって。そうなのです。そう、まず、王国0392です、皆さん。王国0392。印象、ね、印象長いですよね。ミミ説明、上手。え？本当ですか？めっちゃ嬉しい。ローマは？なんだろう、それ。ちょっとわからないかも。でもなんか、このゲームにある、狩猟、待ってください。狩猟本部とか、狩猟本部とか、倉庫とか、英霊？英語の A に、霊の霊、幽霊の霊 に祭壇っていうものがありまして、この三つがあるんですけどね、このレ、あの、ゲームの中に。一つ目。狩猟本部というものをレベル5に上げて、その次に倉庫のレベルを2に上げ、英霊祭壇のレベルを1にしたら、クランっていうものが、建設できるんですね。このクランが建設できたら、クランっていうものに加入できるんです。で、入りたいクランのクランタグっていうのが、私の 19K3 というものなんですけれども、これは、私たち 19K 研究生を応援したいと思ってくださる方は 19K3 とか、私を応援したいと思ってくださる方は 19K3 っていうものを、検索して申請していただきたいです。この申請ができたら、私たちの、バトルに参加できるっていうのになりますね。そこからがまずちょっと大変になっちゃうんですけど、そこまでが大変になってしまうんですけど、ちょっとお願いいたします。なんかチャプターっていう、なんかその、ゲーム内のレベルみたいなのがあって、レベルというか、なんだ？なんだろう。台本1、台本2、台本3、台本4みたいな感じがあって、その台本通りになんかいろいろ進めていくと、どんどん数字がね、上がっていくんですよ。チャプター1、チャプター2、チャプター3、チャプター4みたいな。どんどん、チャプター1もチャプター2もやることが違くて、それをどんどん、叶えていったら、どん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 レベルアップするみたいなやつです。そう、チャプターをどんどんクリアしていったら、あっという間に、違う、狩猟本部がレベルアップしたり、倉庫がレベルアップしたりとか、いろんなものを建設できるので、チャプターに沿って、進めていただけたら嬉しいです。チャプター私今10ぐらいで全然まだまだなんですけど、これがもうちょっと、なんか、20とかいけたらいいなって思ってますね。これって新しくアカウント、そうなんですよ。なんかもし、あかん、なんか聞いたお話なんですけど、もし、この以前、このゲームをやったことがある方？やったことがある方は、初期にしなきゃいけないので、
一回そのアカウントを削除してやるか、もしそのやり方がわかんなかったら、このイベントホームページにある問い合わせフォームから来たら嬉しいです。もし今まで何もやったことないっていう方は、もう私のポストの URL に書いてあるものをパンって飛んで、で、そこでインストールしていただけたら、もういい感じです。とりあえずそうです。ダウンロードしていただけたら。ねえ、難しい。そうなのよ。難しいの。難しいの。私もやったことないの。既存のアカウントがあると逆にめ、そうですね。ちょっと、手こずっちゃうかも。すいません。スムージー飲みました。そう、私の、URL から飛べば、グッドです。ね、難しいよね。そうですね。レベル5まで取れず、そうですね。全然グッド。なるほど。あ、ぜひしてみてください。お願いします。そう、ちょっと難しい。初心者でも、私もね、なんかゲームとかあんまりしないんですけど、でも、器用な方なので、動画でも言った通り、ちょっと器用なので、できると思います。もうちょっと、でも、私、10から全然一向に進めないんですよ。建物を建って散らかしている ね、わかる、本当に。私もめっちゃ、作りすぎて、材料が足りなくなったりとか。あと、なんか、建物とか、レベルアップするために、なんか、一括で建設みたいなのがあるんですけど、それめっちゃやってたら多分めっちゃ早くできます。おすすめです。最初はそう、適当にポチポチしてたら全然いけます。クラン申請ありがとうございます。クランは多分運営の方がしてくださるのかな、わかんない。多分そうです。戦力を上げていくには、建物のレベルはどんどん上げていって、その学院で研究を進めていくらしいんですけど、なんか学院、なんか経済系とかは、自然、資源収集、木とか、石とか、お肉とか、そういうのが建設に影響がありますみたいな。軍事系は、兵士のレベルやバフに影響があるということで、なんかこれから多分動物と戦うこととか、あとは、なんだっけ、隣の町の軍隊と戦うことが、これからあるんですけど、もし勝てないっていう方は、軍事系っていう建物、軍事のやつを、建物を建ててもらって、そこで兵士を鍛えさせるみたいな。そんな感じなんです。クランは、共通で多分0392です。魚さばかへんの？魚さばかないよ。建物建てて王国をでかく。そうです。どんどん大きく侵略していくっていうことです。そうです。ダッツライト。そう、0392。魚？出てこない。ピちゃん、いやいや。私頭良くない。頭良くないんです。実は。
そう、難しいんですよ。賢い？ありがとう、優しい。木いっぱい来たるで。いいですね、ダジャレできてますよ。みーちゃん、もしかして大学行ってないでしょ。行ってない。ツインテールかわいい、やったー！ツインテールだぞ。こんな感じかな。前髪いい感じ。ありがとう。クラン、ありがとうございます。クラン先生、ありがとうございます。橋の向こうの景色、ねえ、わかります。私もね、そこね、できなかった。あれは、まず動物倒さなきゃいけないんですよね。動物が全然倒せないので、戦力上げるとめっちゃいいです。どうなったら19級が勝ちになるの？なんか、これって言っていいのかな？あれ？ちょっと。ただいまです。どうやったら19級が勝てるのについては、ポイントが、なんかやっていくと、ポイントが、どんどん、上がっていくんですね。だから、そのポイントの集計で、私たちが勝つっていう感じになります。なので、たくさんポイント、レベルをどんどん上げてくださったら、嬉しいです。はい。まあ、ポイントですね。とても簡易はクランが。まあでも、多分、全部まとめるんだと思います、最終的には。はい。よろしくお願いします。ゲーム、全然したことない。私、スマブラとか、しなきゃだけど、してたけど、でも、ちょっとこういうのは初めて。荒野行動さんとかしてたかな。してないか。なんか、こういう系は初です。スマブラさんはしてました。こういう系は難しくて、頭か使えそうだなと思ってて、なかなかしてなかったんですけど、やってみると超楽しいので、皆さん、ぜひ。お願いします。で、なんか、水晶、購入センターで購入すると、なんか、建設とかがめっちゃ早くなったりとかいろいろするらしいので、よかったら、めっちゃレベルアップしたいっていう方は、水晶購入センターに行っていただけたら嬉しいです。ちょっと水晶について私もまだ使ったことがないのでわからないんですけど、水晶を使うと良いということです。0392。クランは0392でございます。こんな感じ。こんな感じだど。そう、水晶の購入、そうなんです。そうなのです。難しい。
まあでも分からなかった場合は、やっぱりお問い合わせフォームで聞いていただけたら嬉しいです。私もあんまり分からないので、もし間違ってたら申し訳ないので、問い合わせていただけたら嬉しいです。分かる範囲では、お話しします。追試はお金を払うってこと、そういうことです。追試は課金でございますね。はい。そうなのです。何飲んでるの？あれです。セブンイレブンの、あれです。スムージー。何味ですか？ブルーベリー。まあ。最初はびっくりしました。あら、よかった。すごい。ありがとう。嬉しい。そう、早く進むにはね、多分、それが一番かも。今、ダウンロード始めたよ。ありがとうございます。今日はゆったり配信がゲーム配信。そうなんです。本当はゆったりのお話配信にしようと思ってたんですけど、そういえば今日だと思って、急遽ゲームの配信になりました。なりました。不審者パックに課金。私も結構今課金中です、実を言うと。ねえ、すごい。もう、初の。花粉。なんかすごい最近花粉で鼻がムズムズする。ねえ。まあ、多分説明はなんとなく終えれたので、はい。ゲームがなくても配信、そうなんですよ。もともとは普通にお話しする予定だ、なんか、ゆったりとお話しする予定だったんですけど、ちょっとゲームの説明をさせていただきました。ありがとうございました。まあでももうちょっと、今は、見ちゃう。配信、違う、ゲームの説明の配信をちょっと以上にしまして。ゆったりとちょっとお話ししましょう。確かに目がかゆく、そうなんですよ。超かゆい。私、髪舐めましたよね。ついんでこんなに長くなるなんて。端末から容量なのにダメだ。ね、結構重いですよね。難しい。ね、ありがとうございます。ね、髪伸びたよね。昨日の影響で昨日からずっと最高回を切ってる。私もね、大好きなんですよ、最高回をもう。ほんと。最高回を、私も頭の中からもう、なかなか離れない。離れないったら離れない。勝手にチャプター進んでて、よくわかん、そう、勝手に進んじゃうんですよ、やっていくと。もう、どんどんチャプターが進んでいってくれたら嬉しいです。ラブレター。こんばんは。ありがとう、皆さん来てくださって。ゆったりだよ。小池のセリフがあった。もう、皆さんハマっちゃってるね。
昨日の、昨日のお昼配信の壇上さんをメモるの忘れちゃった今日。おバカ。明日の朝は配信しようかな。もう、やってしまった。お兄ちゃんでアカペラめちゃくちゃき、え？嬉しい！よかった？お兄ちゃんでよかった？昼の壇上。そう、昨日のお昼の壇上さんを今日メモる予定だったんですけど、レッスンに集中しすぎて忘れちゃってた。明日の朝にしようかしら。ちょっと大変申し訳ないです。夜、あ、そっか、夜の方の方が多いか。え、でも明日俺配信なんだよ。どうしよう、どうしよう。見てのアカペラがずっと、え、嬉しい、やった。みーちゃんの、あ、読んだ。ちょっと頭が回ってない。今日のレッスンはどんな感じだったの？今日のレッスンめっちゃグッとくる。みおんさんともお話ししたし、みゆさんともお話しした。夜9時過ぎ、あ、本当ですか？じゃあ明日、じゃあ明日のお礼配信の時にの冒頭にさせていただきたいと思います。レッスンもツインテールで受けて、いや、ちょっと恥ずかしくて、今日は本当はハーフアップでやってましたけど、配信ではツインにしようと思ってツインにしました。みゆさんとハグ、ハグしました。いっぱいした。証拠写真も撮ったんだから。ツインの象徴になりたいので、ツインやりまくります。いっぱい、もうだってレッスン終わった後もハグしたし、バイバイの時にも、みゆさんを見送りして、ハグしました。にやにや。実は誰でもハグして、いや、私今のところみゆさんオンリー。今日の朝みゆさんが明太子食べた？え？それ本当ですか？あら、ちょっとちょっと、もう早く知りたかった。悔しい。今日言えばよかった。あげ、あげー。とてもあげー。いやー、もう今日は自分の中ではちょっと調子が良かった日ですかね。調子がというか、頑張った日。今日リップうるうる。うるうる。何課金したらいいのかも。あ、もしされるのであれば、なんだっけ、水晶を、ご購入された方がいいかもしれないですね。水晶が、なんか、
なんかいろんなパターンがたくさんあるので、水晶がおすすめでございます。ね、ゲーム難しいよ、みんな。できるか。蹴っちゃった。ごめんね。メロンパン食べ、今日は食べてないです。今日はちょっと、頑張って食べてない日、全然。今日はスムージー、このスムージーと、朝のアサイーと、何食べたっけ、お昼。覚えてない。覚えてない。なんだっけ。何食べたっけばー。なんだっけー。でも何から食べました。覚えてないけど。あ、ううん、スタバだ。スタバの飲み物だ。ああ、そうだよ。まったくもう。でも、セブンのメロンパンめっちゃ好き。メメと普段何食べてる？普段は、たくさん食べるの好きなので、いろんなの食べてます。でも、ダイエット期間はアサイーが主。ほうじ茶好き。そうだの。ほうじ茶好きなの。もうほうじ茶しか飲んでない。でも、ファンの皆さんが飲んでるやつを今度、飲みに行く。飲みに行くぞ。うわー。いっぱい食べる君が好き。大きな一口。めいめいはゲーム得意。得意ではないんですけど、でも、一回ハマるとずっとしちゃう。動物の森とかもめっちゃしてました。コーラしか飲まない。コーラ美味しいよね。たまに飲むのが美味しい。チャーシューメロンパン。めっちゃわかります！チャーシューメロンパン。横浜の中華街にあるチャーシューメロンパンめっちゃ好き。ワオで食べました。ゲームやるイメージ。私もね、あまりしてなかったんですよ。でもなんか、たまーにしたくなります。ツムツムとかもしてました。みゆさんとハート交換してる。チャーシューメロンパン、あります。なんか、中華街に売ってます。今日髪の調子、最高じゃないですか？一緒にツムツム、ツムツムしようよ。ツムツム好き。人生もゲームみたいなもんだしな。おお、深い深い。俺もツムツムしたい。しましょうよ。ツムツム楽しいよね。私はシンデレラが一番好き。強い子。キャラも好きだし。わけないチュ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 
ツインテールを、そうなんですよ、私。食ってみて。楽しい。ドボンめっちゃでき、え？本当ですか？嬉しい。ドボン。最初全然わかんなかった。全然わかんなかったけど、でも、もうね、得意ですよ。じゃあ今日久しぶりにドボンやろうかな。とっても良き考え。
ってもありすぎる考え。名古屋の時メニュー見たけど、ありがとうございます。嬉しい。やった。ダイエット頑張った甲斐があった。でもちょっと食べてる最近だから頑張る。お疲れさん、仕事合間。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう、来てくれて。嬉しいです。お疲れ様です。ビエン超えてドボン。メロンパン、美味しい。ダイエット頑張るぞー。でも背中に向けて運動。偉い！運動偉い。みんな一緒に運動しよう。名古屋でめっちゃ、スリカーチャーですか？本当ですか？あの日確かに結構天気良かった。あーでも、焼けちゃうの嫌だね。メイメイのきらめきが欲しい。たくさん会いたいですね、ドボン。いっぱい会おう。ローソンのメロンパンも美味しかったです。でも私的には、セブンが好みでした。あ、こんばんは。こんばんは。実は毎日一息。偉すぎる。すごい。ちょっと私も一息歩けるように頑張ろう。ショーパンで座ってたら足、確かに座ってると直だよね。白くなあれ、白くなあれ。あ、トマト。トマトだ、トマトだ。やりましょう、一緒に。じゃあ、そろそろ終わりにしようかな。そしたら、この後、ドボンやろうかな。あ、ちょっと待った。目隠しして、キキメロンパンだってのは、してたのは、斬新。ありがとうございます。ね、メロンパン最近食べてるから、良きやなって思いました。配信、2台持ってないので、できないんですよ。メミのおすすめのスタンプ。あ、大好きやで、私をめっちゃ押してます。大好きやで。大好きやで、おすすめ。ミミのスタンプあった。めっちゃわかります。私、アゲ欲しいです。アゲ。アゲで一発では私ってわかるじゃないですか。そういうの欲しい。あと、田口真中さんの、悲しみに暮れ田口と、悲しみに暮れ田口さんをすごく使ってます。なので、その二つは、大好きやでと悲しみに暮れ田口さんを使ってるので、皆さんぜひ使っていただけたら嬉しいです。気持ちが通じ合ったように感じる。はい。そうなんです。ありがたぐちさんと悲しみにくれたぐちさん。そうなんです。とっても好きです、私。もうめっちゃ使ってます。じゃあ、この配信が終わった後は、ドボンします。久しぶりに。ちょっと時間、今何時かちょっとわからないので、また後で言いますね。じゃんじゃんかじゃかんじゃんかちゃかちゃんじゃんかちゃか。8時8時。あら、もうそんな？あら、あ、ちょっと早く、30分ぐらいかなって思ってました。あら。じゃあ、9時10分から、0秒おきでやります。0秒、0秒。あ、嘘嘘。19秒。19秒。19秒でポチッと押します。9時10分の19秒から始めます。はい。そう、19秒合わせ。会おうねー。じゃあ、今日も壇上をお読みさせていただきます。あ、ちょっと、かいりちゃんが、このタイ
このタイミングできたのすごい。もう終わるとこやったよ。今から壇上読む。じゃあ、よし、カイニちゃんが面白い。カイニちゃん来た。お仕事終わりました。終わりました。あ、かわゆいちゃん来ました。え、なに、急だよ、みんな。キャー、待って、じゃあもうちょっと左に寄ろう。うん、全然いける。これさ、え、ありがとう。ああ、映れる？面白い。19期でーす。イエイ。初ちゃう？この3人初じゃん。この3人初。面白い。ゴーからだなって。あら、嬉しい。ああ。では。壇上読んでいきますね。あの13位からいきますわよ。ミシェルだと13位、チェッカーまなみちゃん、ありがとう、ありがとう、イエーイ。12位、お、めっちゃ増えた。終盤、今壇上ガーン。やーい。壇上読んでいくど。12位、ナンナン48さん、ありがとうございます。イエーイ。めっちゃ ASMR。 ありがとう。11位、めっちゃボリボリ。うん、聞こえた。11位、シンジさん、ありがとう。シンジさん、ありがとうございます。イエーイ。10位、メイメイに会いたいユウキさん、ありがとう。ユウキくん、ありがとう。会いたい。9位、ソーマくん、キャー、ありがとう。ソーマくん、ありがとう。お疲れ様です、今日も。ありがとう。では、あ、順位が変わった。はい、順位変わった。どうしよう。13位、ナンナン48さん、ありがとうございます。12位、シンジさん、ありがとうございます。11位、ソーマくん、ありがとう。10位、ドラゴンさん、ありがとうございます。おめでとう。9位、チェッカーまなみちゃん、ありがとう。8位、めいめいに会いたいゆきくん、会いたい、会いたい。ありがとう。7位、たーさん、かすみさん。あ、もう終わりました。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様でした。あ、すごい、今日は盛りだくさんだよ、皆さん。よかった、嬉しいだけ。たーさん、ありがとうございます。あ、イチャイチャしてる。もうか、おでこが熱い。熱いね、なんか急に熱くなっちゃった。絶対私たちが来てからじゃん。そうだよ、いいんだよ。6位、マロンさん、ありがとうございます。イエーイ。5位、金魚さん、にゃん、ありがとう、ありがとうございます。4位、ユーティゼーターさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。3位、リュウヨンさん、ありがとうございます。
静かなのちょっとちょっと上げていただいていいですか。ありがとう。みーフラーさんありがとうございます。1位カズくんありがとう、ありがとうございます。イエーイ。2位ありがとう。じゃあ65位のヒデポンズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すごい今日すごく珍しく、あ、何したの、何をしたの。キャー、ありがとうございました。3人なんかこそこそ何かしてた、なんだろうね。チュールだって、あありがとうございました。え、私が一番年下。チュチュチュ、まさに奇跡の世代や。あら、鳴き声、カリちゃんたちにもランダムで読んでもらおうだって。じゃあストップって言っていくよ。せーの、ストップ。57位さん、お、どんどんどんさん、ありがとうございます。どん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 ありがとうございます。じゃあかわゆいちゃん待ってね。せーの、トップ。30位の方、はい、すずかさん、ありがとうございます。じゃあももちゃんお願いします。全然だよ。お前や、お前や。じゃあストップって言ってね。ストップ。39位さん、きのっぺさん、ありがとうございます。あら、もう最高ですよ皆さん。最高かよ、最高かよ。いいいいいい、最高かよ。ももちゃんが映ってない。ね、映ってない。最高かよ。嬉しい。イエーイ。ありがとうございました。サリタンはここにいます。ここにいます。いるよ。サリタンここにいます。何を持ってる。やっほー。かわちい。ありがとうございました。